こんにちはシュタインバッハ大学の石川ですロシア軍が占領しているクリミア半島のセバストポリ海軍基地で9月22日ロシア海軍黒海艦隊司令部が爆撃されましたがウクライナ特殊作戦群はこの司令部爆撃によるロシア軍死傷者の情報を9月25日に更新し 国会艦隊司令官であるビクトル・ニコライヴィッチ・ソコロフ提督が死亡したと発表しました。提督を含むロシア軍将校34名が死亡したとしています。ロシアは今のところ沈黙しています。今日はこのことについてお話します。 9月22日にウクライナ軍がミサイルで攻撃したのはロシア軍が占領しているクリミア半島のセバストポリ海軍基地です小高い丘の上にあるロシア海軍黒海艦隊の司令部が爆撃されました本チャンネルで先日お伝えしたようにクリミア半島では9月20日から21日にかけてノボフェドロフカ地区のサーキ航空基地や シンフェロポリ地区やジャンコイ地区やセバストポリ海軍基地などにウクライナ軍が巡航ミサイルで大規模な攻撃を仕掛けたばかりでしたこの映像は9月23日に SNS にアップされましたセバストポリのロシア黒海艦隊司令部がウクライナ軍の巡航ミサイルで攻撃される瞬間です 凄まじい破壊力であることがよくわかりますこの写真はクリミアレアリーが SNS にアップしましたセバストポリのロシア国会艦隊司令部がウクライナ軍の巡航ミサイルのトップアタックモードで攻撃される瞬間を捉えた写真ですすでに少なくとも2発が 司令部の屋上に断着しているようにその煙の形と色から推測されますがさらにその上空には今まさに突入してくる巡航ミサイルが映っていますおそらく空中発射型の長距離巡航ミサイルストームシャドウであると思われますがストームシャドウは地形に沿って低高度で飛行し 最終段階で高度を上げてトップアタックモードで正確に目標に突入しますこの衛星画像はアメリカサンフランシスコの地球観測衛星企業プラネットラボが撮影した画像ですロイターを経てウクライナのクリミアレアリーが SNS に公開しましたこちらが9月21日の攻撃前の衛星画像そして9月22日の攻撃後の 衛星画像ですウクライナのメディアニューボイスによればウクライナ特殊作戦群はこの司令部爆撃によるロシア軍死傷者の情報を9月25日に更新し国会艦隊司令官であるビクトル・ニコライヴィッチ・ソコロフ提督が死亡したと発表しました。提督を含むロシア軍将校34名が死亡ししたとしています 9月23日にはロシア軍のアレクサンドル・ロマンチュク司令官が重体で参謀長のオレグ・ツェコフ中将は意識不明だとウクライナ国防省情報総局のブダノフ総局長が発表していたのでおそらくこの2人も死亡者34名の中に入っている可能性があります。ロシア軍の早々たる司令官や参謀たち多数が 一気に壊滅したことが判明しましたがロシアは今のところ未だに沈黙していますウクライナのメディアニューボイスによりますとロシア国海艦隊司令官のビクトル・ニコライビッチ・ソコロフ提督は1962年生まれでフルンゼ高等海軍学校を卒業してからの軍歴は機雷と魚雷の指揮官から始まってそのほとんどを国海艦隊ではなく 太平洋艦艦隊隊とと北方艦隊で過ごしてきたと言います去年2022年9月にロシア国会艦隊司令官に任命されましたが前任者のイーゴリ・オシポフ提督は国会艦隊の機関モスクワ」がウクライナ軍の巡航ミサイルで撃沈されるとプーチン大統領の怒りを買って一時拘束されたという情報も出ていました。 今回爆死したとされるビクトル・ニコライヴィッチ・ソコロフ提督は侵略戦争を計画準備して実行しウクライナの主権と独立を脅かした容疑などでウクライナで起訴されていました9月22日にセバストポリのロシア国会艦隊司令部で会議が開催されるという情報をウクライナ軍特殊作戦部隊がつかみクラブトラップという作戦名で ウクライナ軍はロシア軍上層部の残守作戦を実行したとウクライナのメディアは伝えています。<noise> 今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。